よどんよどんよどん。清水公園の出来事を忘れてないよ。忘れてないよ。ヘリウムガスでも吸ったんか。浮気じゃない。ん？女はさ、もうね、女はさ、浮気しようの嫌だな。白さんどうも。明るいね、すごい明るいね。ここまた車来る。また車だ。これがバス停です。あれもういなくなっちゃった。龍一さん、龍一さん消えた。あ、いたいた。またリアツしたときにはてんてんてん。分かってらっしゃる、実に分かってらっしゃる。リスナーさんだこと分かってらっしゃる。これが噂の自販機です。ああ、女はさね、女はさ、写真撮ります。うるさい。浮気症じゃない。女はさ、イケメンに弱いからさ。うるさい、うるさい。バグを利用してね、言うな、そういうこと。バグなんです、これ。あの、バックグラウンド、バックで音量消して起動したままさ、この棒読みちゃんさ、音消しててもね、バグで写真撮影した時に出ちゃうんですよ。それを利用して言うんじゃない、浮気症とか化け物とか。後ろから写真撮ります。おっさん何言ってるん、何したい。おっさんじゃない。こんなもんでいい。あと何枚か写真撮っておく。化け物は言ってない。化け物じゃない、うるさい。化け物とかさ、よくわからないクリーチャーとかさ。こんなもんでいい。あともう一枚写真撮って終わりにしようか。ジャイさん、私も好きだよ。ありがとう、嬉しい。私も好き。仕事してるよね。本当だよ。あとバス停がこの噂のバス停ですね。ここになんかあの大きい女の人が出るみたいなんだけど、バス停はここです。ここバス停なのかな、ぽいよね。バス停ではないか。あれ、バス停じゃないの、ここ。バス停はあるんじゃないか。あ、ほらほら、ここだここだ。和田アキ子、立ち見読めないのよ、ごめんなさい。これ写真撮ります。気持ち悪い、ここ気持ち悪い、やっぱり。あ、なんか跡あるよ、ここに。見て見て、なんだろうね、ここで何かしたのかな。すごいシミがある。ほら、だがしこれから腹筋割れそう。あららら、腹筋割れそう。吐きそう、吐きそう。面白い、グリさん、面白いとか面白くないとかそういうんじゃないんですよ、ごめんなさい。一応ここがそういう場所らしいんですよね、申し訳ないです。バス停だからここで間違いないらしいけど。車は止まってないみたいだね。なんかあるよ、この奥に。
マスターしてきた、マスター、ケツの火山、マスター、何それ、マスター、あれ、コーヒー屋さん、看板がある。